どうもお疲れ様でございます。ちょっと節筋の凍るようなニュースを X で見かけました。鹿児島中央署の警察官の息子さんが性加害を働いたということなんですよ。ここだけ切り取ると、この息子、警察官の息子だろうとなんだろうと、それは何とかしないといけないよねって。被害者の女性がいるわけですからね。で、女性の被害届を中央署は受け取り拒否してるんですよ。つまり、 女の人が警察官の息子に性加害を受けた。なんかね、レイプかなんかわかんないですけどもね、そういうことされて、被害届を出したら、警察署はね、それをなかったことにしたわけですよ。ね。で、弁護士の講義で、なんとか受理したんですけども、捜査は行わずに放置ということですよね。で、鹿児島中央署、一体どうなってるんだということなんですよ。で、この事件をすっぱ抜いた、ハンターっていうね、 まあそういったメディアがあるそうなんですけども、このハンターというメディアに、鹿児島警察署が逆恨みしてガサ入れですよここで意図せぬ内部告発文書を発見して、本田氏を逮捕、強制捜査で内部告発者を割り出すというね、まあ、こういったことでもうすでにこの国には正義はないのかと、私,方私たちがね、信頼して頼るべき警察ってのも、結局こうなのかと思ってしまいます。 あの最近のあの法務大臣、小泉法務大臣の国会質疑でも、なんとも煮えきらない答弁ばかりが続いてますけども、この法務大臣がいる限りは、この国の行政、そして警察機構、さらには正義、建前なんていうのは、もう簡単に売り飛ばされてしまうかなっていうところですよね。まあ、つまり、悪がのさばり、善が滅びるという、なんともね、えー、恐ろしい世の中がやってきたかなというところでございます。 どうしましょうどうすればいいんでしょうかそれでは